ありがとうございます。もうラッターというかもらったイエーイ。 LINE も登録したからアイスもらったよ。そう、もらったよ。え、食べない、食べようよ今。え、待って、アイスから食べると甘さが分かんなくなるから。え、もう移動しちゃうのね。え、移動しない？時間ないし。いや、大丈夫よ。いただきます。じゃあ焼き芋ちょうだい。焼き芋嬉しいな。お弁当、お弁当楽しいな。何でも食べましょう、よく噛んで。焼き芋嬉しいな。皮を剥いて食べましょう。合ってる？皮剥くの？剥くんじゃない。皮剥かない。パス剥かない。私、初焼き芋。そうなの？いろんなところで焼き芋食うな。うん、もう食べてるの？うん、なんか茨城に来てから芋の消費量は増えたね。だって芋うまい。うん、これにソフトクリームを食べます。これです、ソフィー。 LINE をもらって、いや、 LINE 登録、 LINE 登録。うん、うまっ。うまっ。クリームなんだけど、なんか牛乳感強くない？なんか63度のあれかな。うん、いや、でもさ、食べちゃうよね、あんだけいっぱい試食出てた。そう、なんかね、その試食でも、今日の試食は、まあ、このレンコンに、このレンコンのカレーのやつでしょ。カレーのやつ、あれ良かったよね。ね、で、これ使えばこれ作れるんだと思ったら、ちょっといいよね、同じもの作れると。それにでもなんかあれでしょ、その袋に小さじ1とか塩とか、うん、書いてある。うん、早っ。お芋さん食べてしまったの？お芋さんはまだ食べてない。アイス溶けちゃうなと思って。うん、なんか両方とも自然の旨味だね、甘味だね。あ、そうだね。あ、レタス買いたかった、うん、レタスめっちゃ安かったのよ。本当に？なんか店長さん言ってたのが、うん、なんかこれレタスめっちゃ安くないですかって言って、うん、張り紙があった値段のところに、うん、あの印刷されたやつじゃなくて手書きだったから、うん、んと思って、これ覗いていいですかって覗いたら2割ぐらい安くなってたのね、うん、安くなって手掛けて返したんだけど、えっ、今レタス高いのにって言ったら、うん、うちは市場価格で出すのはやめてるんですって。今やっぱそのレタスが上がってるからレタスの値段を上げるじゃなくて、うん、やっぱその仕入れとかその時のね、よし、足によって決めるから市場価格が反映されるわけじゃないんですって。かっけーと思って。同じぐらいのレタスだと他の店だと倍の値段ぐらいすんのね。私昨日なんか3倍の値段で買ったんだから、レタス急遽なくて。でも売れるわけよ、それでも、ね、そうそうそう。だからね、さっきのみずほの村市場も倍でも売れるはずなのに、普通の優しい、うん、値段で出す。なんか熟成とかが知らなくて、うん、新鮮な方がうまいと思ったらさ、あ、芋？芋。芋はね、深いのね。そうなんだよね。どっから甘さがちゃんがやってくんの？もっと収穫されてんのに。甘くなるなんとかっていう成分が出てくるの？うん。うん。初めて知った。完食コンプリート。これね、ミニソフトじゃないんだよ、これは。我々は特別に。じゃない量いただきます。すいません、ありがとうございます。美味しいございます。